じゃあ再開していきます。じゃあ、前回、学んだ座標の簡単な説明に関してもうちょっと知識を深めていきます。なんいらないよって人は、飛ばしてください。じゃあ実際に、エージェント、その座標指定でちょっと進めていきましょう。と思ったけど、あんまりいいものが、まあいいか、テレポートで移動するか。はい。じゃあ、エージェントを、例えば、X の方向に10歩進めていく。Y の方向に10。歩進めるじゃないね。10の位置にテレポートさせる。はい。っていうプログラム、これ書きました。実際打ってみましょう。はい。まず X の位置に、今の位置から、じゃないか。10、4、0の位置に移動する。プログラム X を入力すると、ここからいなくなって、あっちに出てきた。多分ここにいる。ここら辺のどっかにいる。あ、いた。はい、いた。こんにちは。はい。続きまして、Y の位置に移動してみましょうか。はい。はい、ここにいる。移動した。じゃあ最後、Z の位置。はい、この位置に移動した。っていうように、今、X 入力したときに、ワールドの、もともとこの位置にいた、この位置から、X の値が10変わったところに移動した。その場所がここ。で、Y は飛ばして、Z の位置っていうのは、この最初の中心の位置から、Z 方向の値だけ10。増やしたところに移動。それが、まあ、大体ここら辺に移動することができました。はい。で、これも説明しなきゃいけないかな。この、座標っていう考え方は2つあって、このマイクラの言葉で言うと、ワールドっていう座標と、もう1つ、このニョロニョロって書いてある、この座標と2つの指定方法があります。で、このまずワールドっていうのは、実際にこの左の文字に、文字で書かれている位置を直接指定して、テレポートとかしたりするために使う、座標です。で、逆にこいつは今いる位置から X、Y、Z の方向に、移動したりとか、物を置いたりするときに使うための、ブロックです。まあ、相対座標みたいな言い方もするんですけど、ちょっと相対って言葉がややこしいかもしれないので、あんま相対って言葉は使わないように説明していきたいと思います。じゃあ、この相対座標を使った移動方法。111。例えば、今。また、この、エージェントが040の位置にいるときに、このチャットコマンド XYZ111。具体的にはエージェントを X の方向に1、Y の方向に1、Z の方向に1進めるっていうプログラムを打ったときに、どこに、どの座標に、こいつが移動するかをちょっと見ていきましょう。
テレポート、はい。はい、ここに移動しました。じゃあ、はい。では、クイズです。エージェント、今からこの XYZ111 って入力したときにどこに移動するのか。ワールドの111の方向に移動する。テスト A。ワールドの151の位置に移動するという人 B。 はい、どっちでしょう。シンキングタイム。チッコチッコピピピン。はい、正解は XYZ111。 はい、ポン。どこ行った。あれ、なんでここに、あ、はい、正解は C の4、5-4 でした。はい、引っ掛け、てか間違った。もう一回戻りましょう。テレポート。はい、間違った理由です。よく間違える。ここみんな、よく間違えるんで気をつけてくださいね。ポジションは、これ使えばいいのかな。今のエージェントの座標、こうだ。こういうわけで、こういうことですね。こういう作り方をしないといけないです。やりたかったのを、やりたかったのは、この座標からエージェントが今その時いる座標から、一ずつ増やしたところにエージェントをテレポートさせるってことをやりたかったんですね。本当は。で、その時はこういうプログラム書きます。もう一回やりましょう。はい。テレポートの後に XYZ111。はい。あ、よかった。はい。移動すると、エージェントがこの位置に、この位置に移動しました。左上の、エージェントの位置の数字は151を示しています。この151っていう数字はもともと041にいた位置から、X も YZ も全部1ずつ増えていってますね。はい。こういう感じで、エージェントを今いる位置から、ある、その距離分だけ移動させたいときは、こういう感じでプログラム書いていくといいです。はい。じゃあ、こんな感じで座標の説明は終わりでいいかな。はい。では、じゃあまた、次回からなんかものを作っていきます。よいしょ。はい。では、よいしょ。さようなら。